ハビエル・パティニョ・ラチーナは、スペイン・マドリード州産、セバスティアン・デロス・レース出身のサッカー選手。タイリーグ・ポート FC 所属。フィリピン代表。ポジションはフォワード。スペインのアマチュア・クラブのアルコベンダス CF という D3、セバスティアン・デロス・レースで4シーズンを過ごした後、2011年7月に、西軍ダ・ディビシオンのコルドバ CF と3年契約を結んだ。 移籍後最初の2011から12シーズンは、レギュラーシーズン42試合中35試合に出場し、8得点を決めた。コルドバでの初得点は、第7節の SD ウエスカ戦。コルドバは、リーグ6位で終え、3位から6位までが出場する、昇格プレイオフに進出したが、レアルバリアドリードに2試合合合計0の3で敗退した。パティーニョは2試合とも途中出場した。 コパデルレイはラウンド32のレアルベティス戦の第一戦、ラウンド16の RCD エスパニオール戦の第二戦への先発出場を含む4試合に出場した。2013年1月31日、冬の移籍市場の最終日にヘレス CD にローン移籍した。ローン移籍期間は2012から13シーズン終了までだったが3月10日、 タイのブリーラムユナイテッド FC への移籍が発表された。2012から13シーズンはコレドバで17試合に得点、ヘレスでは4試合に先発フル出場した。コッパデルレイは11月1日のレアルソシエダ戦で初得点を記録した。ブリーラムユナイテッドで最初のシーズンとなった2013年はプレミアリーグ20試合に出場し、 得点ランキング4位の14得点を決めた。第5節のソンクラーユナイテッド FC 戦でデビューすると、先制ゴールを含む2得点を決めた。4月には、月間最優秀選手賞を受賞した。AFC チャンピオンズリーグ2013は、準々決勝のエステグラルテヘラン戦に途中、出場した。2015年に中国サッカースーパーリーグの、カナンダテギョア足玉クラブに移籍した。 2018年4月、ブリーラムユナイテッドに復帰した。2021年8月17日、ポート FC に加入。2012年、サッカーフィリピン代表のスペイン人監督ジュアン・ルイス・グイラドを通して、フィリピン代表入りを打診され、市民権の取得を申請することが発表された。AFC チャレンジカップ2014で代表に招集された。 2013年3月24日、サッカーカンボジア代表戦で代表デビューを果たすと、代表初得点を含む2得点を決めた。父親はスペイン人、母親はフィリピン人。1プリメーラ昇格プレイオフの2試合0得点を含む。ありがとうございます。